出た。出ましたね。京大工学部か東工大を本気で悩んでるんですが、河野さんならどちらにしますかっていうね。名前を質問にするパターンですね。京大工学部か東工大を本気で悩んでるんですが、僕ならどちらにするか。これはね、まあ、わからない。どっちを決めるかって言ったら、僕個人的にはですよ。東工大ですね。なぜかというと、東京に住みたいからっていうことですね。京大工学部、東工大。内容としてどっちに優劣があるかっていうのも特になくて、まあやっぱり風土だと思うんですけど、僕的に本当に京都に住みたいか東京に住みたいかっていう、本当になんかそこだけで、まあ元から京都に住んでる方だったら、わざわざね、寮に。こう一人暮らし、ね、こう新しい土地で東京です、住みたいかどうかっていう話ではあると思うんですけど、まあ僕はずっと東京だったので、まあ今から京都に行きたいかと言われるとそんなことはないなっていうところですね。なのでまあ本当にどこに場所的なところで僕は決めますかね。はい。